smile, angry, surprise. こんにちは。こんにちは。秋ですね。そうですね。こちらにプロジェクティブセンサーがついているんですけれども、このセンサーが、顔の肌とセンサーの距離を認識して学習することで表情を認識しています。で、まあ、その時はですね、日本人の学生というのはアニメであったりゲームであったり、まあ、そういう、こうキャラクターが好きだと。で、まあ、自分の顔をそのキャラクターにこう変えたい、まあ、そういうふうなこうモチベーションから始まりました。例えばこのお医者さんがこうマスクを装着すると、まあ、そうすることによってその泣きわめくこう子供がですね、この好きなこうキャラクターが出てきたら、もしかしたらその子供は喜んでこの例えば注射であったりこの歯医者の治療っていうのを受けるんじゃないかと。